こんにちは。囲碁が大好きなカラス天狗のクーロンです。囲碁に関わる場所を訪ねる囲碁旅シリーズ、今回は埼玉県狭山市の狭山八幡神社にある囲碁に関する彫刻を紹介します。西武新宿線狭山市駅より徒歩約7分の入間川に鎮座する狭山八幡神社は、創建時期は定かではありませんが、応神天皇を祭神とし、旧入間川村の総鎮守として信仰されてきました。元寇3年、鎌倉幕府を攻めるために兵を進める新田義貞は、戦勝祈願の参拝を行ったことから、新田の八幡宮と称されていた時期もあり、境内には義貞が馬をつないだとされる小松なぎの松も残されています。歴史ある神社の本殿は、江戸時代末期の享和2年に建立された唐破風光背付き千鳥破風付き入母屋造りの建物で、周囲には立派な彫刻が施されています。彫刻は透かし彫りと浮き彫りを巧みに使い分け、七福神などで近畿昭和を表現したもので、西面には囲碁をする大黒様が彫られています。制作者は胸札から上州瀬田郡上田沢村の職人と確認でき、本殿とその彫刻は市の文化財に指定されています。